ここもねビーチロードにあるまあ神風というお店なんですけれども、名前からしてね、日本を感じさせますけれども、まあ、ローカルな感じのタイ料理とそれからちょこっと日本料理っぽいものが食べれるお店にやってまいりました。店名がね神風ステーキ&カフェっていうんですけれども、まあこんな感じの店内です。もうステーキだけじゃなくてシーフードから、お刺身までね、もういろいろあります。タイ料理もありますし何でも食べれますね。串カツとか天ぷらもありましたね。店内こんな風に噴水があったりとか、これビーチロードと中央通りの間ぐらい沿い7なんですけれども、よくこういうねオープンテラスというか海を見ながら食べれるテーブルがありまして、僕は今回これ昼下がりに行ったんですけれども気持ちよかったですね。これワインですね。お酒も、まあ、ビールだけじゃなくてワイン、カクテルもありとあらゆるものがあります。こう寿司って書いてますね。寿司って書いてあるんですけれども、寿司頼もうとしたら今日は寿司ないって言われたんで、これちょっとタイ料理のね、チャーハンみたいなやつ頼みました。カニチャーハンですね。そしてちょっとトロピカルな気分に浸ろうと思いまして、カクテルですね。これね量めちゃめちゃちょっと頼みすぎたんですけれども、天ぷらと串カツのあいのこみたいなやつかな。こんな調味料もねたくさんありますので、ケチャップとマヨネーズつけて食べましたけれども美味しかったですよ。ここパタヤのビーチロードではステーキとかシーフード食べたら高いんですけれども、ここはかなりコスパがいいですね。安かったです。そして日本料理ね、まあ今回は僕食べなかったんですけれども、お刺身なんかもご用意されてますし、店内もねいろいろ面白くて、写真とか撮ったりインスタ映えとかするような感じの店内でした。またちょくちょく行っていろんな料理食べてみたいなと思いましたね。このソイ7ですかね、ビーチロードと中央通りの間ぐらいなんですけれども、神風ありますし、そしてちょっと歩いたらもうほんとすぐ近くにね小沢ラーメンありますし、そこでね何でも日本料理食べれます。たこ焼きもねたい焼きも売ってたりしますのでね、パタヤに来て面白い写真撮りたいなって思ってお腹空いてたら、この神風と小沢ラーメン行ったらかなりいろんな記念写真が撮れるんじゃないかなって思います。これメニューねネットから拾ったんですけど表記が見にくいですね。129って書いてあったら129バーツみたいな、そんな感じなんですけど、まあ結構本当に安いですよ。コスパいいですね。めっちゃうまいっていう感じではないんですけど、そこそこうまいで楽しいで、まあ思い出にもなりますしね、何でも食べれます。店内もかなり広いんで団体で行っても全然大丈夫じゃないでしょうかね。また場所もこの詳細に貼っておきたいと思いますので、ぜひともねパタヤに来られて、完全タイ料理っていうよりは何か日本食も食べたいしステーキもシーフードも欲しいなーなんていう時は、このね神風にお越しいただいたら安くで楽しめると思いますね。まあ今日は初めてだったのでビーチロード海の見えるふかふかのソファに腰掛けましてね、メニューを眺めながらちょこっとつまむつもりが、料理がボリュームがしっかりしすぎててね、景色も気候も店内の雰囲気もすごい良かったんで思わず長居をしてしまいました。あ、これ無料のサラダバーって書いてありますね。ちょっと僕今回まだねそんなにお客さんもいてなかったし、オープン間際やったような気もしてあまりちゃんとね全部味わえてなかったんですけれども、おもてなしが良くてですね、エンターテイメント性があってですね、ほんで安かったんで心も懐もほっこりと温かく、過ごさせていただきました。